ミスタイムさん、こんにちは。今回ですね、筋トレコーチのマーク・リペットさん、こういう方ね、私知らなかったんで、ミスタイムさんに言われてちょっとね調べてみたんですよ。わあ、恐ろしいことが分かりましたね。もう衝撃の事実ってやつですよね。まあマーク・リペットさんが言われるには、筋肉痛で筋肉は強くならないというね、そんなバカなと。筋肉が痛いのは超回復で、筋肉がもっともっと強くなってるところ、修復の段階だから痛くてしょうがないんじゃないかなと思ったら、違うと言ってますね。なんでだというところとか、腹筋、ウェイトトレーニングの誕生以来、腹筋法で世界中で実際のトレーニングに集中するのを妨げているものはありません。私自身も含めて、腹筋ほど多くの人がトレーニングに無駄な時間を費やしたり、怪我を招いたりしているものはありません。他に強いてあげればと書いてますけども、これどういうことなんでしょうね。ちょっと見てみますね。筋肉、腹筋を鍛える方法を勘違いしているのが邪魔をしていると。じゃあ腹筋を鍛える方法ってどうすればいいのみたいなことがね書いてあるそうなんですよね。なんでなんだということで、ブログにねいろいろ書いてますね。筋肉の鍛え方ってほんといろいろあるんですね。太ももが背中に対して90度になるようにベンチに寝転がって、膝の裏をローラーに当て、すねを別のローラーの下に入れて固定します。お、こういう感じでローラーをローラーするわけですね。へー、これか、こうやるのか。で、こうやって重りを持つと、この格好が腹筋を鍛えるのかな。なんかすごい長々と書いてありますんで、ちょっとね詳しくは読んでいただきたいかなと思います。マーク・リペートさんで検索すると、その方のねそのブログが出てるんですよ。マーク・リペートの記事という形でね、ちょっと動画の URL を概要欄に貼っておきますね。いやー、ミスタイムさん一人の名前からいろんなことが分かるもんですね。多分ミスタイムさんが買ったテキストにもこういうことがいろいろ書いてあるんじゃないかなと思いますんで、楽しみにしてます。レビューの方いってらっしゃい。